はい、皆さんこんばんは。札幌のコールセンターで現役のスーパーバイザーをやっております、井川直輔と申します。前回の動画で予告した通りにですね、連結と非連結のことを説明したいと思います。これに関しましては、ネットでなんぼ検索してもわからなかったんですけれども、なんでわからなかったかっていうと、簡単すぎて、っていうことだと思うんですね。ただ本当にこれ非連結と連結ってなんじゃろほいっていうふうに僕ずっと悩んでましたので、それをただ説明すると2、30秒で終わってしまいますので、せっかく動画をアップしますので、検索フォームの作り方、もちろんこのやり方だけではないんですけれども、こういう方法もあるということで、前回っていうか、ずっと前にアップしたものなんですが、オートルックアップクエリ、それから連動コンボボックス、この作り方も合わせて、検索フォームを作りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では、早速ちょっとやっていきたいと思います。皆さん、こういうデータベースがあったとします。メーカー、車種、ハイブリッド、色、尾行、代金で、皆さんは何をしたいかというと、例えばお客様から問われた時にいち早くこの代金を伝えたいという場合に、一個一個探していくのもいいんですけど、これ21個しかないですが、これが何パターンかっていうふうに、分かれてくると探すのがすごい面倒なので、はい、これを作ってちょっと検索フォームを作っていきたいと思います。で、これを全部やっていくと非常に長い動画になってしまいますので、もうあらかじめ作ってあるものをご紹介していきたいと思います。はい、今、どういうことをしたいかというとですね、ちょっと一回消します。このデータベース、マップをコピーってここに貼ったのが検索テーブルというものになります。よろしいでしょうか、この検索テーブル。はい、で、これ一回閉じます。で、この検索テーブルをコピーってデータのテーブルの構造のみというふうにして、要はこの分身を作ったのがこの検索入力。はい、で、検索した日っていうのを入れてます。はい、で、オートルックアップクエリを利用するためにはリレーションを設定しましょう。皆さん覚えてますかね。この鍵のついた方から鍵のついてない方にこうミョーンと引っ張って、1対この、無限大マーク、はい、1対他の設定になることを作ります。で、クエリっていうからには、このクエリを作んなきゃダメですよと。もうちょっと入ってますけどね。はい、このクエリになってます。で、通常はあんな形ではやっていきません。大体検索する場合はフォームになってますので、こういうフォームが出来上がってます。で、ここに入力したものは、このオート検索というところに反映されます。どこで見るかというと、このホームのプロパティをクリックしてデータのところ、ここに Q オートと入っていることが条件で、オートルックアップクエリを使えるようになります。じゃあちょっとやってみましょう。はい、ホームビューに変えて、ちょっと今ずれてしまいましたけどね、トヨタ、レクサス、ハイブリッドなし、で、黒、で、逆輸入で検索をします。そうすると、ここのところに代金が出てくると。で、検索した日も表示されるというふうになってます。じゃあもう一個やってみましょう。日産、ホンダですね。これ、ステップワゴン、黒。はい、尾行ありません。で、やると、ステップワゴンが300、ステップワゴンが300万円というふうに、あっという間に検索ができます。で、言いました、連結と非連結って何と、ここに非連結って書いてますね。ここのところはメーカーとか車種とかハイブリッド、いろんなことが書いてます。で、非連結と連結、何が違うかっていうと、非連結というのは、ここにどんな言葉を入力したとしても、直接テーブルには絶対に反映されません。これが、非連結というものなんですね。
なんだそんなことかということを私はずっと分からなくて悩んでいたんですね。で、皆さんにご紹介していない、マクロがあるんです、まあ、コードがあるんですけれども、ここ、Excel のここ、実はここにもうすでに検索キーを押し込んでありまして、はい。種を明かすと、この絶対キー、この絶対キー、検索キーを入れると、ここがダラ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 と反映するように、ここに仕込んであるんですね。つまり、ここと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 、ここ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 ですね。この言葉を組み合わせたものを検索、この検索ボタンを押すことによって反映するようにしています。で、そのキーがこれです。はい。ミー。このミーっていうのは、このホームっていう意味ですね。このホームの検索キーは、メーカー検索、それから車種検索、まあ、この言葉を全部、アンドでつなげたものがここに反映するということですね。で、ここ、検索キーを押したときにどうなるかというと、検索した日に今日の日付が入るように仕込んであります。はい。で、まあ一応、かっこ悪いフォームではあるんですけれども、日産、スカイライン、なし、黒、はい、GTR。私が買おうと思っても買えなかった車なんですけれども、検索650万円と。私が24歳の時でしたかね、日産プリンスに行って GTR の、V スペックを見た時に800万ぐらいしたので、さすがにこれは買えないなっていう車だったんですけれども、こういうものが出てきます。じゃあ、ですね、例えば ここに、ベンツのメーカーって何なんですかね、まあ、国産にしましょうか。ホンダ、アコード、なし、黒、なし、400万ぐらいですかね、アコードって分かんないですけど、はい。そうして、ここも検索キーを使います。どうやるかっていうと、イコールでつなぎます。ここと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 ここが、一緒になったもの、これが絶対キーなので、ここをドドドドドッとコピって、はい、検索テーブル、ここに貼っちゃいます。はい、できました。じゃあどうなるのか。ホンダ、アコードかステップワゴン、アコードでしたよね。いろんな石の黒の、ここも何もないで検索すると、400万というふうに出てくるっていうふうになってます。オートルックアップクエリ、便利だと思っていただけましたでしょうか。それから連動のコンボボックス、これも使うとすごい便利ですし、さらに VBA を使うと、もっともっと便利になるということが、分かっていただけたんじゃないかなというふうに思います。で、ものすごく早口で言ったので、今でももう8分経っちゃってるんですけども、ものすごく早く行きましたので、後でリンクを貼ってはおくんですけれども、これですね、情熱とやる気の伝え方、これ私のホームページなんですが、ここのダウンロード専用というところにですね、今のサンプルファイル、ダウンロードできるようになってます。このファイル、このファイルを、ダウンロードしていただければ、今と同じものが、ダウンロードできますので、まあ、ウイルス感染とかはしないとは思うんですけれども、一応そうなったとしても私の方では責任は負いかねますので、それはご了承ください。また、ここの方で、面白い、面白くない、難しい、天才、カスタナ、クリックしていただければ私の方でもやる気になると思いますので、ダウンロードしてください。でですね、前回なんですけれども、初のコメントをいただきまして、頑張れというふうにコメントをいただきましたので、本当に頑張っていこうかなと思いまして、早めの動画を上げさせていただきました。はい。チャンネル登録も増えておりますので、
もし、わからないことを質問等あればどんどん聞いていただければなというふうに思います。ちょっともう一回いきましょうかね。手作り感満載の動画で本当に申し訳ないんですけれども、一つのこう技というものっていうのは、売ってる書籍では1個しか紹介されてないんですけれども、こういうことを組み合わせることによってどん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 幅は広がっていきます。業務は早くなります。Excel、私は全然嫌いではないんですけれども、VLOOKUP なんかに比べるとオートルックアップクエリは格段に上だと思います。はい、大量のデータも扱えます。これでどんどん皆さん業務を早くしていってみてください。はい、それでは、次回なんですが、何をしようかなというふうに思ったんですけど、Excel アクセスを使えないっていう方に関しまして、何がないできないかっていうと、まずデータがないんですね。今みたいにたった21個のデータベースを見たからといって、ピンとこないと思うんですね。実際に1000とか2000とかのデータを扱わないとピンとこないと思います。で、身近にじゃあ1000、2000のデータが簡単にあるものってのは何かっていうふうに考えたところ、もう競馬しかないんですね。競馬しかないっていうのはちょっとあれかもしれないですけど、まあいろいろ住所録とかあると思うんですけど、今個人情報うるさいので、競馬のデータを題材にして実際にアクセスでこう使っていけば、こんなように使えばいいんじゃないかなと。これで、配当金も得れればなというふうにして、まあ路線は基本 Excel とアクセスの紹介なんですけれども、ちょっと題材は競馬にしていこうかなと思いますね。さすがにヒーローで仮面ライダーとかウルトラマンとかをこう考えるのもちょっと私の方でも限界があるので、大量のデータを作っていくのには、競馬がいいんじゃないかなと思いまして、競馬を使っていきたいと思います。春の G1 も真っ只中になってくると思いますので、天皇賞等を当ててですね、いいゴールデンウィークを迎えればなと思いますので、はい、よろしければ、ご視聴してください。また機会があればどうぞチャンネル登録等もよろしくお願いいたします。はい、では今日はこの辺で失礼したいと思います。はい、風邪ひかないようにしてくださいね。それではまた失礼いたします。